今回の動画はですね、全部一緒にね試してもらって太らない体を一緒に作りましょう。小川慎弘です。はい、こんばんは、小川慎弘です。2021年、本日で、ね、最後となりましたけども、今年1年も毎日ご視聴いただきありがとうございました。今回の動画はですね、今年最後ということで、まあ、締めくくりで、まあ、年末から正月にかけて、おそらくいつも以上にもうバクバク食べてしまってですね、太っちゃうという方は、ぜひ今回の動画をですね、全部一緒にね、試してもらって、太らない体を一緒に作りましょう。今回の動画はですね、いつもと違って、いつもは簡単に効果の出るものだけをサクッとね、やってたんですけども、今回は初めて超ロングな動画となってます。実際にですね、体が太らないように食べてもう太りまくってしまうっていう方はですね、太らないための予防が必要なので、今回は10個のミッションをですね2回でします。2セットやるわけですね。で、なぜ2セットするかというとですね、まあ、この時期どうしても寒いので、普段よりも結果が出にくくなってますので、2セットやることで、まずは1セット目で表層の筋肉をしっかりと温めて緩めて、でそこから2セット目で深層部の筋肉へのアプローチをして、しっかりと効果を出していきますので、必ず2セットね、最後までお付き合いください。まず1セット目はですね、10個のミッションをね、まあ、軽く説明しながら一緒にやっていって、2セット目はですね、普段もう周りの、ね、スタッフとかにも話したことないような秘話も、まあ、ちょっとねおしゃべりしながらやっていきますので、まあ、今までに話したことないような情報なんかも聞けると思うので、そこもね楽しみに、ぜひ最後まで一緒にお付き合いください。では早速やっていきましょう。はい、まずミッション1はですね、こういったバスタオルを用意していただいて、くるくるとロール状に丸めます。で、これをですね、ベッドの真ん中に置いて、ちょうど背骨の真ん中にくるように引いて寝ます。で、このままですね、普段凝り固まった背中を緩めていきます。で、左右にこんな感じで揺らしながら、まず60秒ですね、やっていきます。で、いきます、用意スタート。まあ、普通にね、こう部屋の中にいててもですね、やっぱりこう外の、ね、気温っていうのは寒いですから、なんかこう寒くてこう背中丸くなりやすいですよね。で、まあ、僕もね、特に大阪の結構寒い地域に住んでて、まあ、今週なんかも何回か雪降ってね、やっぱりすごい寒いですよね。なので、こう表面的に筋肉もそうだし、皮膚なんかもこうね、凝り固まってしまって、なんか体がね、身動きが取れない。まあ、そこにどうしても重ね着とかするので、どうしても普段よりもこう体がね、動きにくくなってしまうので、まあ、脱力しながら、まずここを緩めていきます。楽にね、左右に揺らしていきます。で、背骨の中はね、自律神経なんかも通ってるので、この辺が硬くなると自律神経も乱れたりするので、まあ、不眠症になったりとか、まあ、変にこう疲れが溜まりやすかったりとかで、また疲れが抜けにくくなってくるので、そこを緩めていきます。はい、じゃあこれでミッション1終了ですね。次、ミッション2つ目、今度はタオルを横向きにします。で、続けてまた今度背中に引くんですけども、今度は肩甲骨のちょうど下あたりですね。で、今度は片側ずつ体の、ね、側面伸ばしていくんですけども、まず右側からいきます。右を伸ばす場合は左手で右の手首を持って左足を右にかけます。そして深呼吸をしながら左側に倒して、この右側の側面を伸ばしていきます。これは左右5回ずつ行いますね。で、まず1回目、吸って吐いて、もう足の重みで倒れるところまで倒します。で、戻して、で2回目、こうすることで脇腹も伸びて、お腹のね、腹筋1層目と2層目の間もね、しっかり伸ばされて、お腹もすっきりしますね。はい、3回目、はい、4回目、ラスト5回目、はい、これで片側終了ですね。今度反対側、今度右手で左の手首で右足を左にかけます。そして深呼吸とともに、今度は右側に体をねじります。1回目、で2回目、
で3回目これもね過去に出して結構好評で僕もこれはねもう本当に朝晩必ずやってますね。すごくこう背中の疲れが取れて全身伸びるので寝やすくもなるし朝起きてやるとこう朝の動きがね変わってきます。はいラスト。はいこれでミッション2つ目終了です。はいじゃあ続いて今度3つ目、今度はこのまま座った状態で今度は下半身のですねむくみを取っていきます。で片側ずつやっていくんですけどもまず右側からやっていきますね。やり方はですね上半身下半身をつないでいるね腸腰筋という筋肉を動かすんですけども右側やるときは左の足は片膝正座で右足はですねつま先親指をベッドの内側につけるように内側に足のワイパー運動ですね。これを片側60秒ずつやっていきます。でいきます。用意スタート。まあ、足のねあの結構気になるところっていうのは、まあ、下半身のむくみだったりとかあと太ももで言ったら前張りとか外張りとかいろいろね悩みあると思うんですけどもまずはこうこの寒い時期ね、むくみとかあとは冷え性でどうしてもこうむくんで冷えてでもうカチカチの足になってくるので、まあ、むくみっていうのはしっかりとね、流してあげることが大事なんですね。でマッサージするよりもこう股関節のねこの詰まりを取っていくのにはこのワイパー運動がすごく簡単で手っ取り早くてですねもうこうやって動かすだけで流すんではなくて流れる環境を作っていきます。これだけで結構ねパツパツやったパンツもなんかあのサイズダウンするというか結構ね楽になるので食べ過ぎた後とか運動不足でちょっといつもよりも同じものが履きにくいなっていう時はこれやってもらうことでね結構体のサイズがダウンするのですごいこう実感ありますね。はいこれで肩が終了で今度は反対ですね。今度は右足を正座して左足を内側に倒します。用意スタート。でもしこの太ももが結構突っ張って痛いんであれば少し体を起こしてあげてですね後ろに倒せば倒すほど結構突っ張りきつくなるのでそこは自分で加減してください。まあ、実際両方いっぺんにねこのワイパー運動でもいいんですけども、まあ、いろんなことに今回フルコースなのでいろんなことの、悩みの要素を解決するために前張り取りながら下半身のむくみ取るっていうねこのまあ欲張りプランでちょっとやっていきます。いや僕も今年はあの久々に、実家帰れるかなと思ったんですけど2年ぶりに。まあ、今年もね、あの両親からもうちょっと遠慮してみたいな感じで今年も帰れないのでおそらくまた家にこもってバクバク食べちゃうんですけども。はい、これでミッション、3つ目終了ですね。で、続いて4つ目、今度は内もものたるみをスッキリさせていきます。内転筋っていう筋肉で表面は、ね、脂肪が多くなっていると思うので中のポリッとする硬い筋肉をしっかりとつまみます。で、つまんだ状態でまた足をですね、内側に60秒倒していきます。で、いきます。用意スタート。で、つまんでるとこがちょっとこう厚みがね、薄くなってきたら、それがまあ緩んでる証拠ですから、ちょっとずつ場所をね、変えていきましょう。まあ、正月の楽しみって言ったら、ね、僕なんかあの餅がすごく好きで、まあ、いつも実家帰ってるとですね、あのお雑煮が大好きで、まああんまり大きくないんですけども、だいたいまあ10個から15個ぐらいはね結構食べちゃうんですね。で、あの関西ってあの白味噌なんですけど、僕実家広島で住ましたんで、まあ、関西の味がね本当合わなくて、なのでまあ実家帰った時のお雑煮がねすごい楽しみなんですけども、まあ好みありますよね。徳島のおばあちゃんとかなんか。まあ、地域によって違うと思うんですけど、あんころ餅とかね、雑煮したりとか、まあ、そうやったらお汁粉でいいんじゃないかと思ったりもするんですけど、まあ、あえてそういうのもありますよね。はい、今度反対側です。で、いきます。用意スタート。この普段あの使えてない筋肉って、やっぱりこう、中で縮むと、そういったところに脂肪がたまりやすいので、まあ、脂肪がつきにくい、つきやすい方もですね、この
内転筋剥がしをしてもらうことで、普段縮んでる筋肉がまた動くことで、しっかりとこう血液流れて筋肉に張りが出てくると脂肪なんかも減ってくるので、これも結構ね、あの過去の動画で結構人気なシリーズなので、これも必ずこのね、お正月取り入れてくださいね。だとなこれ、ね、強くやりすぎて、何件かこう爪の跡がついたとか、ちょっとやりすぎて内出血したっていう方もいるんですけども、そこまで強くなくていいので、まあ、程よくこう痛気持ちいいぐらいでやっていきましょう。はい、これでミッション4つ目終了ですね。今度はうつ伏せ状態から足をこのカエル足の状態にして、ぐーっと体を起こしていきます。あとは腰やお尻に手を当てて、このままちょっと上下にバウンドします。じゃあこれもね、60秒いきますね。用意スタート。まあ、骨盤矯正ってね、普段こう整体とかサロンに行ってやってもらうのが多いと思うんですけども、左右バランスが崩れる生活ばっかりするので、まあ、揃えてもまたすぐに悪い癖って出やすいんですね。ですので、まあ、例えばサロンに週1ペースで通ったとしても、その通ってない間に日常生活でまた戻っちゃうんですね。ですので家でのね、この簡単な骨盤矯正ですね、知っとくと持ちが良くなるので、これはね、本当にね、あの皆さんにやってほしいですね。特に女性の方、これすることで、まあ、お尻もプリッとね、こう桃尻ができるし、これはぜひ試してほしい内容です。で、前から見るとこんな感じですね。で、内転筋硬い人は本当にこの内転筋があのすごいちぎれそうなぐらい痛がる方もいるんですけども、まあ、あとは下がね、ちょっと柔らかいところでしないと膝あの痛めちゃうんで、あのフローリングとかだと痛すぎてできないですから、まあ、なんか柔らかい素材のクッションとかを入れてやってください。はい、これでミッション3つ目終了ですね。今度はこの脇腹ですね、しっかりと伸ばしていきます。こう体を伸ばすんですけども、こうすると伸びてるんじゃなくて、こっちが縮んでるだけになりますから、こちらの手は手のひら上向けて、そしてこちらの右手はですね、肘曲げて肘を天井の方に向けます。これで深呼吸しながら吸って吐いたタイミングで肘を天井の方につけるように曲げていきます。じゃあ深呼吸に合わせたら、これ肩が5回ずつですね。1回目吸って吐いて、2回目で、3回目で、4回目で、5回目で、これ今5回伸ばしたので、もう全然右と左でこのスッキリ感が違いますね。じゃあ今度反対側ですね。今度は右手の手のひらを上に向けて、左肘天井に向けるように深呼吸で吸って吐いて、しっかりとこう天井に向けるように、ぐーっと、そうするとしっかり伸びますんで、で2回目で、3回目で、4回目で、ラスト。はい、OK ですね。で、ミッション7はですね、耳をつまんでぐるぐる回すんですけども、で、そのままぐるぐる回してもいいんですけども、こう皮膚ってこう皮膚の遊びっていうのがあるので、行きやすい方、行きにくい方があります。ですので、耳の場合はですね、こう互い違いにこうねじって行きやすい方と行きにくい方があります。その行きにくい方を見つけてほしいんですね。まずは右前左後ろでねじります。軽くつまんでギューで戻して、今度は逆ですね。右後ろ左前、この時に行きやすい方と行きにくい方があるんですけども、僕の場合は右を後ろにするのと左を前にする方がちょっと硬いんですね。逆にこっち右前左後ろは結構柔らかいんですよ。この違いをね、見てほしいんですけども、もし分かんなければ、もう普通につまんで前回しでもいいし後ろ回しでもいいのでやってください。で、もしその違いが分かれば、硬い方を特に動かしたいので、こう互い違いに
右は後ろ方向、左が前方向っていう形で回していきます。はい、じゃあこれも60秒ですね。用意スタート。こう左右ね、違う動きするのって結構途中でこんがらがって気づいたら同じ方向を回してるみたいなことありますけど、結構脳トレみたいな、なんか左右違うことするのってすごいこう慣れない動きなんで、脳への刺激としてもいいんですけども、こういう普段ね、こう使いすぎてる方と使えてない方っていうのがありますから、使えてる方はもう無意識に使えてるので、使えてない硬くなってるところをいかに緩めてあげるかっていうことで体のバランスともね整っていきますので、そうなると顔自体の筋肉の緊張とか、骨のバランスとかも良くなって、まあ、結果的にお顔がスッキリして小顔効果を作ることもできちゃうんですね。でこの時にね、まあ、ポイントとしてはもう歯と歯をね当ててこう食いしばってなくても歯と歯が当たってるだけでお顔の筋肉も緊張するんで、できればこう歯と歯の隙間を開けてちょっとポカーンとしてもらった状態がいいですね。 OK。はい、これでミッション7つ目終了ですね。もうこれだけでちょっと顔ね、ポカポカしてきて、顔もね、当然スッキリします。で、今度は、このエラ張り気にされている方の抗菌剥がしです。で、一回ね、食いしばって、硬くなる筋肉ですね。それを2本指、3本指くらいで、このエラの下から、ぐっとこの抗菌を剥がすように押していきます。で、筋肉の足は一旦食いしばって、筋肉がどこについているかっていうのを確認してからやっていきます。では行きますね。60秒用意スタート。もう同じ力でずっと持続圧ですね。でこの時も、ポイントとしては歯と歯を当てない、食いしばらないということですね。このままやっていきます。まあ、特に寒くてこう背中丸くなると自然と頭とかが下がって目線も下がるので、それだけでまあ、マスクをして、まあ、人と会話をしなかったらもう無意識にね、上の歯と下の歯が当たってしまって、それがまあ食いしばりの原因となって、気づかないうちにこのね、抗菌っていうエラの筋肉が硬くなってパンプアップしてこうエラ張りに見えちゃいますから、まあ、そこをしっかりとこう緩めてあげるってことがすごく大事ですね。はい、終了です。今度はこの首下の二重顎、ここをスッキリさせていくんですけども、ですのでこの片側ずつ、まず右をするときは左手で鎖骨を軽く押さえて上向いて左向いて、でこのエラ下に指先を当てて前後にこうマッサージしていきます。その時に軽くこう出し入れする動きも加えながら片側を緩めていきます。でこれ片側60秒いきますね。用意スタート。たまにこう、アイーンって出してから、アイーンって出すと、この後傾筋がしっかりグッと伸びてくれますから、縮んだ状態で、まあアイロンかけと一緒ですね。縮んだ状態でやるよりも、しっかり伸ばした状態でアイロンかけた方がしっかり伸びますよね。ちょっと顎先の方行ったり、エラの方に戻ったりしながら、前後に場所を移動させながらこの後傾筋を緩めていきます。はい、これで片側終了ですね。じゃあ同じくこの左側ですね。では用意スタート。でこの二重顎に関してはもうこんな矯正とかでもなかなか取れないとかなので、縮んだものをしっかり伸ばさないと取りにくいんですね。ですので、まあ、実際に矯正よりもセルフケアでやるのが結構最強というか、家で毎日するだけで本当にねたるみにくくなりますからね。なのでお風呂上がりとか化粧水とかつけるときにたるんだ状態で化粧水塗るよりもピーンと
伸ばして張りを作った状態で塗る方が断然効果的なんで、まあ、お風呂上がりですね、これを単体で使ってもらうのもすごくありですね。さあ、これで両方終了です。ラストのミッション10個目ですね。最後、フェイスラインをしっかり上げるためにですね、この側頭部の側頭筋にアプローチかけていきます。最終の仕上げなんですけども、ちょうどこの耳の上ですね、手のひらをこのできるだけ頭皮に当てて、直接まあ地肌に当たりやすい状態を作って、この手のひらでこの側頭筋をマッサージしていきます。で、マッサージする方向は斜め後ろにこう上下にこの側頭筋を動かしていきます。で、ピーンとこう後ろに張りを作ることでフェイスラインも作るし、この側頭筋を緩めることでさらに引き上がっていきますの で、ラストこれ60秒やっていきますね。では両方スタート。普段ね、食いしばりとか、こう顎をね歪ませて使うことで必ず歪みが出て筋肉緊張して、リンパの流れや血流が悪くなってお顔がねむくんできて、むくみがたまると垂れてきてからですね、シワの原因になってくるので、まあ、むくみやたるみやシワとか、まあ、くすみを気にする方はもうこの側頭筋をしっかりとこう毎日、緩めてですね、通常のいい状態に持ってくることでフェイスラインもできて、なおかつ血色良くなって、で、たるみやシワ、むくみ、すべてにね、効果的ですので、すごく万能なので、ここはね、毎日やってほしいですね。まあ、どうしても何かお仕事で作業するときに、こう下向いたりするときに、長時間そういった状態続くと、どうしてもまたむくみやすくなりますから、一日の中でも気づいたときに、これはね、もう何セットでも、ぜひ試してくださいね。はい、これで終了ですね。これでまず1周目第1セット終わりました。次が本番ですよ。もう1セット同じこと繰り返しますからね。今度は先ほどね、冒頭で言った通り、自分のね、今までこうあまり喋ったことなかった秘話をね、ボソボソ喋りながら、やっていきますので、それも聞きながらね、最後までお付き合いください。ミッション1戻ります。で、僕もね、やっぱこの業界に入ってもう25、6年になるんですけども、なんでね、こういった業界に入ったかっていう、まあ、きっかけなんですけど、まあ、スポーツね、昔高校時代にやってて、まあ、その怪我がきっかけで、まあ、自分が進もうとしてた進路からね、外れてしまったっていうのが、まあ、そのきっかけなんですけども、まあ、ずっと陸上をやってて、そこそこね、県内でもいい成績残して、まあ、夏にね、バレーボールをしてて足骨折しちゃったんですね。そこからまあ大きくね、人生変わっちゃったんですけども、はい、次ミッション2つ目、今度は横向きです。まあ、本来は、まあスポーツ推薦で大学に行く予定だったんですけど、まあ、ギリギリ手が治って受けたんですけども、まあ、案の定いいパフォーマンスができずに第一志望だったとこは落ちちゃったんですね。まあ、それがね、大阪の大学です。それが途絶えた時点で、まあ、どうなんしようかなみたいな感じで迷ってたとこで、で、いろいろ、まあ、自分にできること何かなと思ったら、勉強もしてこなかったし、まあ、スポーツに関わることかなということで、まあ、スポーツトレーナーの学校を、ね、見つけて、なんとかそこを合格してね、大阪に出てきたんですよね。で、今度が足のむくみですね。大阪に来ることが、まあ、目的になってしまったので、その専門学校行ったところで、まあ、自分がしたいことじゃなかったんで、就職雑誌でフロムエっていう雑誌があって、それ見てる時に、まあ、骨なる仕事しませんかみたいなキャッチが入って、何やろ骨なる仕事って思ったら、そこは整骨院になったんですよ。バイトもしてんかったし、ちょっと面接行ってみようかなっていうので行って、まあ、そこで働かせてもらうことになったんですね。よし、この反対側です。最初は本当半年ぐらいはトイレ掃除と雑用ばっかりだったんですけど、そういった雑用でも人からありがとうとか言ってもらえることがなんかすごく心地よくて、こういう業界ちょっと面白いなと思って、まあ、そこで、あ、この道進もうかなって、まあ、ちょっと思ったんですね。はい。で、続いて今度が内転筋剥がしで、当時ね、働いてた接骨院っていうのが大阪でもすごい流行っている接骨院だったんですけども、最初面接行った時に言われたのがですね、お前は治療家になりたいのか、それとも経営者になって金儲けしたいかって言われて、まあ、治療っていうことにもそんなに意味が分かってなかったんで、金儲けしたいっすみたいな感じで、で、採用になったんですけど、まあ、なんかね、その時はもうそれが当たり前だったんですけども、いかに患者様たちを毎日通ってもらえるか、なので掛け声がね、また明日も来てくださいねみたいな、頑張ってきてねみたいないう掛け声でずっとやってたんですね。まあ、体育会系のノリで1日に本当に200人ぐらいとか、すごい繁盛店だったんですけども、
まあ、そこから、まあ、今の代表と新しい会社を、ね、立ち上げてやり始めた時に、はい、こんな反対です。ある疑問が出てきたんですね。まあ、自分たちは患者様たちを健康に元気にしようとしてやってるのに、それをずっとこう通ってもらうってうまいなみたいな、それって結局患者さんの悩みを解決できてないんじゃないかって気づいたんですね。本来、まあ、病院もそうですし、こういった、まあ、接骨院なんかもずっと生き続けるとこじゃなくて、悪くなった時にはお世話になるけども、良くなった時にはもう来なくていいっていうのが、まあ、本来のあり方だと思うんですけども、なのでもう来なくていい接骨院を作ろうということでシフトチェンジしたんですね。 OK。 さあ、そしたら次は今度セルフ骨盤矯正ですね。体圧に作って起こします。で、上下に揺らします。やっぱり中にはなかなかこう早期にね、改善してあげられないって方がいて、その時に海外のね、解剖実習っていう機会があって、まあ、海外に行って実際にあの生のね、検体をこう解剖させてもらうっていうことができたんですね。本物を知らなきゃいけないっていうことで、まあ、実際にね、海外行くと自分で切らしてもらったりとかして、自分の手で触って目で見てこう初めて気づけたところが多くてですね、そこからさらに深く勉強していって、まあ、今やってることにすごく大きくね、影響してて、今やってることへの糧になってるんですけども、OK、今度は、脇腹伸ばし、深呼吸で伸ばしていきます。で、やっぱりやるからにはもとことんこだわったいいものをしっかりと知ってもらって提供して、健康にきれいになってもらいたいなっていうのがやってることにつながってるんですけども、また今後もそういう機会があればぜひね、まあ、うちの生徒さんたちも連れて解剖なんか来たいなってすごく思ってるんですね。まあ、この仕事やっててよかったなっていうことが実はあって、今度ビーマーしていきますね。自分の子供が、まあ、よく肘がね、脱臼しててよく抜けてたんですけども、普通の親だったら子供の肘が脱臼すると多分接骨院に連れていくと思うんですけども、まあ、自分がこういった仕事をしてたんで、まあ、自分の子供が肘抜けても自分ですぐ入れてあげれるっていう、まあ、そういったとこが本当ね、この仕事やっててよかったなって結構思うところなんですけども、はい、次8個目のエラ剥がし。小さい頃から子供をケアするっていうところにすごく携わってて、上の子が今ちょうど8歳でね、2年生でサッカーやってるんですけども、まあ、ずっとこう幼少期から子供のケアしてて、自分たちが子供の時に姿勢が悪いと親に注意されるわけですよね。で、逆にお母さんとかにじゃあどれが正解って聞き返したとしても多分親って答えれないと思うんですよ。で、僕はこういう職業からずっと小さい頃から、まあ、立ち方だったりとか歩き方だったりとか体の使い方っていうのをね、結構ケアしてきてるので、次今度ですね、どこのお父さんよりもやっぱり体のケアっていうのは絶対的にできるっていう自信があって、まあ8歳で2年生で誰よりも速く走れて、誰よりも長く走り続けることができて、しかも自分より大きい体のね、子供との対面でもこう当たり負けしないとか怪我しないっていう体作りを普段からやってるわけで、まあ、実際にうちの子なんかは2年生ですけど4年生5年生とかっていう上級生と対決しても当たり負けしないとか走り負けしないとかっていうテクニックで負けないっていうぐらいの状態を作り出してるので、まあ、そういった知識とかね、技術を、まあ、僕が普段やってるようなことを、まあ、世の中のお母さんたちができるとすごいことになるんじゃないかなって、所詮習い事かもしれないけども、それが今後大きなね、壮大な目的としてはオリンピックとかそういったところまで行くと社会の役に立てるような仕事になるんじゃないかなと。まあ習い事とかねしてる子の子さん多いと思うんですけども、それがスポーツだったりとかあと勉強だったとしても、まあ姿勢がいいだけでも集中力につながってくるので、こういった技術をですね、まあ世の中のお母さんたちが知っておくと、まあ目の前で自分の子供のケアができて、ご主人さんのケアとかもできたりとかして、すごい最強のねお母さんになるなって思うんですね。本当に、まあ、自分がこういうことやってるからこそ世の中のお母さんにはこういった技術本当に知ってほしいなと思うので、自分の子供をねポテンシャル上げてパフォーマンス上げたいっていう方なんかはうちの日本美容整骨学院のね概要貼ってるので、そこをねぜひクリックして中見てほしいなと思います。はい、これでミッションの終了ですね。どうでしたか。もう今までにないぐらいすごい長丁場の動画だったと思うんですけども、まあ、これをしっかりとこの休みの間にやってもらうことで、もうバクバク食べてもですね、太りにくい体をね作ることができますので、もう時間の時にはもう何回でもこれ試してください。はい、ではですね、皆さん2020年これで終わりですけども、良いお年をお迎えください。はい、では皆さん、また来年の新しい動画でお会いしましょう。小川慎でした。